はい、どうもさん、こんにちは、ゆずゆっこです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレスで貯まる V ポイントの最適な使い方を解説ということで、今回は三井住友ナンバーレスというよりかは、そのカードを使って貯まる V ポイントの使い道をお伝えします。まあ、ここ最近ですね、作成された方や、今後作成を検討されている方含めてですね、参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。まあ先日ですね、こちら三井住友ナンバーレス今作ったわけということで、まあ僕が三井住友ナンバーレスを作った理由であったりとか、あとこの時の動画でね、作成をしましたよということをお伝えさせていただきました。で、やっとですね、今日動画を作ってる途中になんとやっとカードが届きました。今回ですね、カード緑色というよりかはちょっと違う色を選択しまして、動画でもお伝えしたようにマスターカードのブランドを選びまして、で、しっかりとここにもですね、タッチ決済のマーク、リップルマークもついてると。で、カードの件名本当にね、シンプルなデザインで、触った感じは結構ツルツルしたような感じですね。カードの裏面はこんな感じとなっております。めっちゃシンプルですよね。で、ここには自分の氏名が載ってます。で、ナンバーレスということで、カード番号とか、セキュリティコードとか、あと有効期限とかですね。まあそういったものも全然載ってないですよということで、かなりね、セキュリティ面的にも高くはなっておりますよという感じです。まあ大体こういうカードって、チープな感じで作られてるのかなと思ったんですけども、まあこちらのね、僕がもう一つ持ってる三井住友カード、ビザのタイプですね。まあこれとほとんど材質は同じ感じで、持ってる感じも全然違和感はないですね。ちなみにこの普通の三井住友カードも結構かっこいいんですけども、左下に自分の名前が載ってまして、で、裏面は若干ちょっと違ってるんですけども、まあカードの裏面にカード番号とか有効期限、そしてここにそれぞれ名前が載ってるという感じとなっております。まあ僕はね、今回どちらかというと、もう Apple Pay のマスターカードコンタクトレスでナンバーレスを使おうかなというふうに思ってます。で、三井住友カード、このナンバーレスなんですけども、これを使って貯まるポイント、それがこちらの Vポイントとなっております。まあ、ほんとね、使い方によっては 5% 還元と還元率も高いカードなんですけども、実際にこの溜まった V ポイントの使い道ってどんなものがあるのかっていうのをですね、ぜひ見ていただければと思うんですけども、まあ、今回はですね、僕なりに4つにまとめさせていただきました。まあ、一緒にですね、公式ページなどを見ながら見ていただければと思うんですけども、まず上から順に1つ目、まずはこちら V ポイントアプリで使うということですね。このナンバーレスを作ったりとか、まあ、これまで V ポイントアプリを使っている方であれば、まあある程度ね、どんなものかご存知の方多いと思うんですけども、まあこちらですね、先々月ぐらいから確かサービスがスタートしたこちら、三井住友が提供するバーチャルプリペイドカード V ポイントアプリですね。まあこの V ポイントアプリの特徴として、ここにも出てる通り、V ポイントやクレジットカード、銀行口座からチャージして、Apple Pay、ID、または Google Pay、Visa のタッチ決済でお支払い、Visa 加盟店ならネットショッピングでもご利用いただけますということでね、まあかなり優秀なね、バーチャルプリペイドカードとなっております。で、実際の使い方なんですけども、めちゃくちゃ簡単で、まあ、これがね、僕の V ポイントアプリの画面なんですけども、頑張ってね、先日の 20% 増量でバンバンポイントをですね、移行しまくって、今残高は9万8000円ぐらい残ってます。で、その V ポイントの移行方法として、今2ポイントしかないんですけども、この2ポイントを、ここの移行というところですね、タップしたら、もろもろ入力終わったらですね、ここの残高に切り替わったりします。で、この残高の使い方として、下の Apple Pay、ID、タッチで支払うというをですね、タップするとご覧のような画面が出てきます。 iPhone の場合はですね、今出てるような ID のマークが出てるので、この方法を使って ID 決済を行うことができます。ちなみに Google Pay の場合はご覧のように Visa のタッチ決済が使えるところであれば、この V ポイントアプリ使うことができますんで、まあこういった方法で消化してもいいかなと思います。ちなみにですね、しっかりと V ポイントアプリで決済しても還元率っていうのがありまして、 0.25% の還元率となります。まあ、一部ね、還元されないものも中にはあるみたいなので、まあちょっとそこはね、事前に確認しておいた方がいいかなと思うんですけども、ちなみにですね、この時の動画でもバーチャルプリペイド、これに使うべきっていう方法で、モバイルスイカとかペイペイで使う方法も紹介してますので、こちらを見ていただければなと思います。ということで、一つ目の使い道として V ポイントアプリで使うということですね。続きまして、二つ目ですね、こちらプリペイドカードということで、まあ、頭へプリペイドって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあプリペイドとはいえど、どんな風に使うのか実際の画面を見ていただきたいんですけども、まずはこの V パスでウェブページからログインをかけてください。おそらくですね、V パスアプリではこの画面は見れないと思うので、まずここで画面でログインをかけていただいて、うまくログインができますと、このようなマイページが出てきます。まだね、僕もあまり使ってないので、601円という支払い金額なんですけども、見ていただきたいのはここです。ポイントを交換するっていうところですね、クリックすると、ご覧のようなポイントの使い道っていうのがいろいろ出てきます。今お伝えしたね、ここの V ポイントアプリのやつも出てますね。で、今お伝えしたこのプリペイドカードにチャージっていうところですね。これを実際にクリックすると、ご覧のようなページが出てきます。これね、少し前の動画でもお伝えしたんですけども、このビザプリペっていう三井住友が提供するプリペイドカードがあるんですが、もうリアル
カードですね。これがもし発行されている方はこのビザプリペのチャージをして1ポイント1円として使うこともできますし、これも確か 0.25% の還元率がありました。で、動画にはしたことないんですけども、こちらの家族のお財布へのチャージっていう方法もいいみたいですね。ちょっとこれは動画にしたことないんですけども、こういったねリアルカードにも1ポイント1円として使うことができるので、こういった方法もかなりありなのかなというふうに思います。まあこのプリペイドカードをね使うためには事前に発行手続きが必要となりますんで、今のうちに発行して使うのもありかなと。で、続きまして3つ目なんですけども、こちらですね、キャッシュバックということで、まあ先ほどと同様に V パスの画面から入っていただくんですけども、お支払い金額にキャッシュバックするということで、まあちょっと前の動画でも少し触れたことがあったんですけども、これまでね ID バリューというのがあったんですけども、3月1日からこのキャッシュバックっていうサービスに切り替わりまして、まあ実際にこれどんなものか見ていただきたいんですけども、もうこの出てる通りそのままですね、キャッシュバックはクレジットカードのお支払い金額に充当できるサービスですと。で、その月のお支払いがなかった場合は、キャッシュバック繰越残高として翌月に繰り越されて有効期限は3ヶ月ということですね。ちなみに有効期限後は失効するということですので、まあ、とりあえずね、もう次の支払いの時にしっかりとキャッシュバックできるぐらいのポイントに当てるぐらいがちょうどいいかなと思います。ちなみにこれもね、1ポイント1円として当てることができるんで、普通に三井住友ナンバーレスで使って、溜まったポイントが還元されて、それを支払いに当てると。しかもね、今僕の場合これ右上に見ていただいたら分かるように2ポイントしかないんですけども、1ポイント1円としてキャッシュバックができるんで、ポイント交換単位として1ポイント以上1ポイント単位でできるんで、今支払いの確か今700円でしたっけ、数百円上がってるものにこの2ポイントを当てることができるので、使い方としたらこういった方法も結構消費がしやすいかなと思います。まあ特にねこの充当することによって還元とかはないんですけども、いわゆるそのちょっとした割引ができるっていう感じに捉えていただければかなり魅力的な使い方かなというふうに思います。ちなみに使うときはこのキャッシュバックっていう項目の申し込みポイント数のとこ、この右のところに僕だったら今2ポイントだったら2っていうふうに入れて確認するで、あとは充当ができるっていう感じになります。めっちゃ簡単ですよね。なのでまあキャッシュバックを使う方はどちらかというとそのポイントは別に貯めたくないけど割引をしたいっていう方は、こういったキャッシュバックっていう方法は僕的にはありかなと思います。で、最後4つ目は他社ポイントに交換ということですね。それも同じページに出てるんですけども、他社ポイントやマイレージに移行するっていう項目がありまして、この他ポイント移行ということをクリックすると、ご覧のようなページが出てきます。ポイント移行ということで、まあこれね、ちょっと前の動画でも触れたことがあったんですけども、まあね、結論から言ったら結構レートが下がってるんですよね。前、今月の4月1日からね、いろんなポイントのレートが下がりまして、まあほんと見ていただいてわかるように、この7個だったら1ポイントが 0.8 ポイントとか、あとは T ポイントでも1ポイント 0.8 ポイントとか、ちょっとね、話題になった G ポイントに関しては1ポイント 0.8 ポイントになったりと、1ポイントが1ポイントとして変わるものが結構ね、少ないんですよ。まあ、その中でも、ここに出てるような D ポイントとかですね、1ポイントを1ポイントの D ポイントに交換することができたりとか、まあ、D ポイントを重点的に集めてる方はこういった方法もありかなと思います。ですけども、まあ、個人的には、ほとんどのポイントがレートが下がることが多いので、まあ、無理に他のポイントに移行する必要はないのかなというふうに思います。ですけども、まあとりあえずね、一つの候補として捉えていただくのもいいのかなというふうに思います。ということでね、今お伝えした V ポイントアプリの使い道として大きく4つですね。 V ポイントアプリ残高にチャージをするとか、あとはプリペイドカード三井住友のビザプリペとか家族のお財布とか、そういったリアルカードにチャージをするとか、その他にも3番目のキャッシュバックですね、いわゆる支払いの金額に充当するということで、まあ還元率は下がるんですけども、特にポイントは貯めたくないけど割引がしたいっていう人はこういった方法でもいいかなと。で、最後4番目の他社ポイントに交換ということで、まあこれに関しては他のポイントを重点的に貯めてる方は交換する候補として挙げてもいいんですけども、ほとんどのポイントの交換レートがあまり高くはないので、まあ無理に交換する必要はないかなというふうに思います。ですけども、一つの候補として捉えていただくのも全然ありですね。で、最後になんですけども、これはね動画でちょくちょく言ってるんですけども、この三井住友ナンバーレス、このカードを作成するならもうご存知ですね、ポイントサイト経由というふうに常々言ってるとこではあるんですけども、ちょっと気になることあると思うんですが、ここの今はどこのポイントサイトが高還元なのというふうに気になると思うんですよ。まあそういう時に活用させていただいてるサイトがあるんですけども、こちらどことくっていうサイトで、今どこのサイトがリアルタイムで高還元なのかっていうふうに検索することができます。例えばですね、ここの左上の検索の窓のところでナンバーレスっていうふうに入力をします。で、どことくというふうにクリックをすると、まあじゃんっていう感じで今いろんなねポイントサイトが出てきます。まあちょっと拡大してみていただいたらわかるように、
ように、今ね、とりあえず20件見つかりましたということで、今4月3日現在で、まあ今こういったサイトがこういったポイント還元率になってますよということで、かなりサイトによってね、違いがあったりするんですよ。で、僕が三井住友ナンバーレスを作った時はこのチョビリッチっていうところを使って作成したんですけども、まあ他にも僕が使ってるポイントサイトであれば、モッピーとかですね。これであれば一番高いですね。1万500円になったりとか、あと EC ナビとかであったら1万円相当。で、笑うとか、あとハビタスだったら8000円みたいな感じなので、これはね、ほんとリアルタイムで結構変動したりするので、もしポイントサイト経由で、まあクレジットカードなど作る際はこのドコトクっていうサイトをね、かなり活用してみてもいいのかなというふうに思います。こちらに関してはね、概要欄にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。まあそんなこんなで今回は三井住友ナンバーレスで貯まる V ポイントの最適な使い方ということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いやほんとね、今年入って4月からね、かなり活躍するであろうクレジットカードということで僕も作成させていただいたんですけども、やっぱりこうナンバーレスで、なおかつ高還元、さらに年会費が無料というところがね、かなり強いので、僕もね、今後も長く愛用していこうかなというふうに思っております。まあぜひですね、V ポイントはこういった方が使い方がいいですよとか、僕はこんな風に使います、私はこんな風に使いますみたいなコメントがあればですね、ぜひコメント書いていただければなと思います。で、先ほどお伝えしたね、僕が利用しているポイントサイトのリンクに関しては概要欄に貼っておきますんで、先ほどのドコトクと一緒にチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。声ガラガラでしたね。